はい、さあ皆さんいかがお過ごしでしょうか。沖縄はね、2月だけども半袖で歩ける日も増えてきて、桜ももう散ったんじゃないかなと思います。はい、ということでね、2月になって中本夫婦あんまり動画更新しなくなったじゃないですか。僕なんてほとんど動画に出てないんですけど、理由があってですね、去年の秋頃で一旦ストップしていたキャンピングカーの制作企画を再開したんですよね。なので今毎日キャンピングカー作ってて、それでちょっとね、動画の更新がなかなかできないっていう状態だったんですよ。で、どういう風に作業進んでるかっていうのは、おいおいまた動画にしますので、ぜひそれ楽しみにしていてくださいね。最近ね、結構キャンピングカーの中で仕事していて、今日はちょっとキャンピングカーどのぐらい作業進んだのかっていうのも含めて、僕が普段どんな風にキャンピングカーを使用して仕事してるのかっていうのをみんなに見てもらいたいと思います。これが僕が仕事の時に持っていくものなんですけれども、16インチの MacBook と、あとはソニーの Vlog カムで、それからこれはね、100均の財布なんだけど、この間40万落として、嫁にしばらく100均の財布で我慢しなさいって言われて以降、ずっとこれでちゃんと生活してます。で、あとは時計に、ノートとペンですね。これを全部カバンに入れて持っていきます。最近僕が外で仕事するときに使っているのはこちらのバックパックで、仕事バックパッククリエイトっていう、クリエイティブな仕事する人とか、あと外で仕事するような人とか、そういう人にね、結構使い勝手がいいっていうことで、クラファンで出てたんですよね。で、今回はこちら提供してもらってしばらく使ってめちゃくちゃ気に入ってるので、ちょっとみんなにも紹介します。背負うとこんな感じで、本当にシンプルなデザインだから、まあ何の服とでも合うと思うわ。こんな感じ。結構物入りそうでしょ。入るんだよ、実際。チャックがここにあるから、これをちぎってあげるだけでもうこんな風に中に直接アクセスできちゃうっていう作りになってるんだよね。わかるかな？下と上の2層構造になってるから、まあデッドスペースなくて使いやすいねっていうことです。で、もちろんこのリュックの上から開けることもできます。こんな感じでね。はい。ここ上はね、ちょっと広い間口で、若干ね、これがあるから開けにくいんだけど、まあ、とはいえ上からでもね、余裕で16インチの MacBook が入りますから、カメラなんか結構デリケートになるから、横を開けて、下の段に入れとくと他のものと触れ合わなくてめちゃくちゃいいっていう、マジ便利。これって実はね、面白い機構があって、見ててくださいね。このリュックですけれども、一瞬で、はい。横掛けのカバンに早変わりっていうことで、電車なんかでも便利だよね。こう、スッとこのスタイルにして、こう前に持ってくるとかできちゃうんでね。ということで、最近の僕のおすすめ。じゃあ、ちゃんまり行ってくるね。ちゃんま。はい。行ってくるね。あ、行ってらっしゃい。ちゃんまりは今日家の中での仕事ね。そう。頑張りましょう。はーい、じゃあね。いらっしゃい。うわ、よいしょ、風やば今日。よいしょ、前髪。ということで、ちょっと今からね、出発して、海の見えるところに行こうかなって思ってます。ただ今日この後雨降りそうな感じはしなくもないなとは思うんだけど、とりあえず出発です。ね、いつも見てくれてるみんな気づいたかな？実はね、これ、キッチンできてるんですよ、キッチン。こんな感じでこっちガス管のあれもあってさ、楽しみにしといて。ちょっとね、まだ工事中の車だから、いろいろあっちこっちガタ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 音鳴ってて申し訳ないんだけどさ、でも楽しいね。久しぶりにこうやってキャンピングカー運転するとさ、なんか基本的に家の駐車場に停めたまま、その駐車場の中で仕事するってことが多かったんですよ。今日はちょっと動画撮るから張り切って海の方まで行こうと思ってるんだけど、久しぶりに運転したらね、やっぱりなんか目線高いし、車でかいし、ハイエースってこんなでかかったっけ？
このライト夜明るいね。めっちゃ明るいですね。だから作業できたんですよ。ずっとつけてやっぱ夜は作業してましたよ。つけたら何時まででもできちゃうから、めちゃくちゃ何時まででもやって、ひどい時夜の2時とかになってました。気づいたらサムズ行ったことあります、あのステーキ屋。まあ行くと絶対2000近く取られると思うんで。サムズ結構高いけど、うん、これ650円でした、この弁当。あ、そうなんですか。うん、発生。完全にやらかしました。15分仮眠するつもりが1時間2時間だ。2時間も寝てたわ。でもなんか2時間寝たおかげでね、外晴れてて今めっちゃ。うおー、いつの間にか快晴の青空が広がってるわ。はあ、インスタグラムでは言ってたけど、こういう風にあのすのこ式のベッドになったのってまだYouTube では報告してなかったですよね。実はね、ベッド作り直したんですよ、これ。あの、こういう風にすのこを引き出す方式にして、その上にこのソファーのクッションを並べることで、あの、クイーンサイズのベッドが出来上がるっていう感じでね。で、これを、しまうときはこうやって、押していくと。よいしょ。ほいと。はい、こんな感じ。で、あと元の位置に戻していくっていう感じかな。ということで、ある程度仕事が済んだんで、もう帰りたいと思います。今日はね、結構でも仕事したよ。途中でいらん昼寝があったけどさ、なんとかやりました。よいしょ、バックパックに全部詰めて帰ります。ちなみにこのカバンね、日本製なんだよ。全部兵庫県でね、一つ一つ丁寧に作られてて、最近はね、もうほんとこんな感じで、自宅の駐車場で、離れのようにキャンピングカーを使って、仕事してるっていう感じですね。こうね、今ほんと安くで古いハイエースとか買えちゃうんで、僕45万円で、買ったので、これもともと。こういうお金の使い方すごくいいんじゃないかなと思ってます。皆さんもね、ぜひ、キャンピングカーとかに興味ある方は、概要欄から、再生リストぜひ見てみてください。あとこのリュックが気になる方もね、下の概要欄にリンク貼ってますので、ぜひ見てみてください。ということで今日は以上でございます。ご視聴ありがとうございました。この辺りは瀬長島って言って、こんな感じで観光地になってるんだよね。海沿い、こっち側は全部海で、こんな感じで。